キエフの黄金の門をくぐる、ボレスワフ一世、ボレスワフ一世のキエフ遠征は、キエフ大公、ウラジーミルの子、スブヤトポルクとヤロスラフによる、相続争い中の一つの出来事である。スブヤトポルクが、ヤロスラフからキエフを奪うことに成功したが、キエフ統治に関しては、援軍として参戦したポーランド王ボレスワフ一世の、介入を招いたことに関するものである。 2013年、当時のキエフ大公、ウラジーミルの息子の一人であるスブヤトポルクと、ポーランドオボレスワフ一世の娘との間で婚儀が成立した。花嫁と共に、カワブズイック司教ラインベルンがトゥーロフに到着した。ラインベルンは、スブヤトポルクに対し、父ウラジーミルに対する反乱をそそのかした。そのため、ウラジーミルは、スブヤトポルク、妻、ラインベルンを投獄した。 同年、ギフ・ボレスワフは、ドイツ人、ペチェネグ族の傭兵部隊を率いて、ルーシの地を荒廃させたが、ボレスワフの試みに反し、スブヤトポルクが解放されたのは、ティトマー・フォン・メルゼブルクの記述によれば、父、ウラジーミルの死後のことである。1 0 1 5年、ウラジーミルが死亡すると、スブヤトポルクと、ヤロスラフによる後継者争いが始まった。 1 0 1 6年の流別の戦いで敗れたスブヤトポールクは、ギフ、ボレスワフを頼って、ポーランドへ落ち延びた。1 0 1 8年、バウツェンの講和により、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世との戦争を終結させたボレスワフは、キエフ対抗位についていたヤロスラフに対する遠征軍を起こし、ボルイーニに侵入した。ボレスワフの軍勢には、ポーランド人に加え、 300人のドイツ人、500人のハンガリー人、1000人のペチェネグ族も含まれていた。スブヤトポルクもまたこの遠征軍に参加した。これに対してヤロスラフは、ルーシ人とバリアーグからなる軍勢を率いて出撃した。ボレスワフとヤロスラフの軍は、ブック川下藩で遭遇し、戦闘となった。ヤロスラフ軍の戦闘準備の遅延を見て取ったボレスワフは、 ブグ川を渡って吸収し、ヤロスラフを破った。ヤロスラフはノブゴロドへと撤退し、ボレスワフとスブヤトポルクは、キエフに入場した。ボレスワフは、キエフの支配権を、スブヤトポルクに譲る代わりに、ルーシの地を割上、支配しようとした。ボレスワフは、自身の重視体を、周囲の都市に送り、支配した。これに対し、 自身の統治権も剥奪されることを予期した、スブヤトポルクは、ポーランド人に対する制裁を命じた。また、キエフで反乱が起こり、ボレスワフは、キエフからの撤退を余儀なくされた。しかし撤退の際に、ボレスワフは、国庫の財産すべてと、スブヤトポルクの姉妹らを強奪していくことに成功した。また、ルーシ西部のチェルベンの諸都市もポーランド王国領となった。 1043年、キエフ大公、ヤロスラフと、ポーランド王カジミエシュ一世との間に、和平条約が結ばれた際に、1018年に、捕らえられた800人のルーシの捕虜が返還された。19世紀のポーランドの画家、ヤンマテイコの作品の中に、ボレスワフのキエフ入場の場面を描いた作品がある。Z、A ーと、32、2005。ありがとうございます。